り何もしなくてもいいみたい。最初の21なんかすげえ早っ。やった、ありがとう。おっしゃー、フェイズ1エネミーフィールド、あ、やめてくれよ、命だけを助け頼むだ。さあ、くだらない三文芝居はやめてさっさと行きましょうか。つうわけで、こんにちは、ブルーホースです。本日もやっていきましょう。奈落の底へ落ちてく、雨あられと。落ちてってさ、戻れんの？落ち方ミスったらすげえダメージ食らいそうだよね。ふっと。で？ドゥルンドゥルンドゥルン。まあね、バイオハザードのようなホラーゲームをやってきた俺からしたら。なるほど。そういうことか。いいじゃねえか。うい。一匹だけ？そんなわけねえよな。上から多分親方狼が、あー、危ねえ！危ねえ、危ねえ、危ねえ。うい！あ、ちょっと待って、でもさ、ですよね。うい！うい！オッケー、あっぶね！奈落の底に突っ込んでって落ちていくとこだったわ。で？てか、これやってれば獣別に追っかけてこなかったんじゃねえか？そうそうそう。これ、で、これ降りるのがいいのか？でもこっち進んでった方が。いや、グラッチ、ちょっと待って。これやってたらさ、別に食らわないって、あれ獣襲ってこないって聞いてたんだけど、これだったら。お前、襲ってくんのかよ、普通に。あれ？これさ、獣除けの松明じゃねえの？あれ、俺持ってるのただの松明だったっけ？黄金ルーン。しまっちゃって。びっくりしたー。あれ？獣除けだから、あ、もうあれかな、お仲間をズブズブにやっちまったから、てめえ、ふざけんじゃねえよ、攻撃しないと思ったかーってやられたって感じか？乗りこけ。いやー。ということで、じゃあ降りていきますか。さらに近い。ラドンとかいない？大丈夫？撃ってくれ。この高さから普通の人間はね、ダメなんで、まあ、これ、遊び人だからなのか？折り方見せらないのだけ気をつけないとね。ああ、すげえ、食らわないんだ。強っ。で、こっちだな。すげえし、あれ？え？お水チャップチャップ？あれ、待って、ない。とりあえず、ここに引っかく。おーい！緊張、どっち？降りてきたから登ってみよう。いる？行き止まりだ！こっちの方は行き止まりのようだ。灰色ゴリラに襲われないように逃げていくだ。スケートパティー、イーストホーリー。ね。ね。いるなぁ。よし。めっちゃ警戒してるわん。スイースイースイー、細い。重骨。で、奥は？こっちは進むことができるね。よし。登っていこうぜ。ここ何がいるんだろう。ねえ、最後のボス。まさかね、普通に男女になってると思ってなかった。あ、いた。ほい。ごめんね、狼ちゃーんす。え？降りても、アルテリアのなんとか。降りても、ダメだよね。すげえいるんだけど。まずは、もう一個の方行かないと、やってらんないよねっていう。カッパ。どういうこと？今なぜカッパというキーワードが出てきたのか、全くもって謎だったんだけどね。まあ、謎は深まるばかりだよね。真実はいつも一つなんだけどさ。ん？うわぁ、びっくりしたー！お前！ホラー映画かよ！ふざけんじゃねえよ！なんか死んでるし、呼んで。ふっ。あっちあっち。ああ、もう心臓止まったわ。あ、じゃあ、いっぱい。これ何？なんかいろいろとすげえなんか不気味な場所に来たんだけど、これ降りて大丈夫？てか、あれ真ん中にいる、あ、じゃあれただのコウモリか？あー、コウモリか。ふったこっち進んで、なんかさっきのとこもすげえ気になるんだけどな
おお、コモリちゃん、コモちゃん、コモちゃん、燃えて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 、あいよ。いた、なた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 な。あ、いたのかよ、いたのかよ。まあ、お前らぶら下がってたな。ほら。やばいやばい、攻撃したら落ちてくる。誰が死んでるのかわかんねえよ、もうこれだと。ちょっと待ってね。違う。弓矢。そう、あのね、装備の重さの問題もあるからさ、一気に全部こうまとめて、なかなか難しいんですよね。ほいほい。え、ちょっと待ってね。その前に飲まない。飲まないと飲まない。ほい。ほいほい。いやー違うってやっちまった。あ、ほんで何してんの？めっちゃこっち警戒してるし。オッケー、一撃ー。あ。こっちは一撃じゃなーい。飛んでくるな。飛ばせませんぜ、旦那。ありがとうよ。これは多分落ちたら終わるから。え？あっちもいるのか。ちょっと待ってね。こっちから狙った方がいいのかもしんない。まあ、すげえなんか生きてんのか死んでんのかよくわかんねえ。ほいっと。おいー。あ、ちょ、来た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 。まあまあ、焦んなよ、旦那。よし。で、こっからまた降りていける。え？馬なかったらダメなんじゃね？それとも、あっちに行けるってことか。だって、ここ、どう考えたって行けねえもんな。あそこまでどうやってたどり着くんだろう。行けるような場所ある？こっちってさ、こう、流されたりしな。そうだよー！そうだよー！そう、よーん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 、あくびの意味だよーん。あ、てて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 てほい、よいしょとー。てて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 。お前ずるいって、高いのずるいって。高枝切りばさみだって。三石2。オッケー、よっしゃー。ここいけるんだろ。わー。こいつらがいるってことはさ、あのでっかいのもいるべ？ほい、ほい。待って、これ普通にさ、出ていくか？ああ、いるわ。よく松明の火消えないの、これね。ちょっと待って、行き止まりだったんだけど。あ、じゃあここに来た意味よ。あれ、またなんかどっか降りるところがあるのか？それかこれを降りていっても大丈夫なのか？これ着地できる？ここまで来て死んでさ、ルーン回収できないような場所だったら終わるんだけど。は？あ、いけたわ。おっぶねー！ギリギリ！ここいけたんじゃん！なんだよ！ほんとにもう、そんなさ、シャムシール？なんでこうちょっとマリオ要素出してきてんだよ、こいつら。あっちはなんか待って、あれかな？さっきなんか狼が仁王立ちしてたところとかのあれなのかもしれないね。ポイッポイッと。で、ノリ。なんかいるし、ほい。で、こっちは別に行けません。行けません。おしくるまんじゅうと。だって、だいたいさ、今の歌もさ、Eテレなのよ。Eテレ？Eテレなのよ。どこが弱点なんだ、あいつは。うぃー、降りてきたー。やばい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 。こっち来る。来れる、あいつ。あいつ来れるのか。無理だよね、さすがに。無理こうだよね。回復した？うわ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 、くさ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 。ちょっと待って、もう、持久戦じゃん。15!31! これ、足るか？いやー、完全なる持久戦だな。亀頭、亀頭。そこが気持ちいいんだろう？よし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 、気持ちよくなっていいぜ。こいつのね、あのね、正しい倒し方、未だにわかんない。
とか、とりあえず、あ、なんか寝てる。よし。あ、来た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 。よし、行け。よっしゃー、よっしゃー、あれ、なんか違う。なんか違う。よっしゃー、来たー。お、注射、注入だー。いけるんだな、いけるもんだな、やってるもんだな。ただ、ね、ここで油断をすると、また上からね、上からなんか降ってくるんすよ。降ってこなかったけど、こいつらがいる。ほい。いやー。なんか思っていた以上になんか大変な場所だったな。大変な場所だったなって過去形にしてるけどさ、現在進行形で大変なんすよ、今。助けて。これどこに行って何がゴールなの？こいつら復活してこないよーって言って、T ウイルス注入って言ってさ、ドゥルドゥルドゥン、ドゥ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 。ああ、あざっす。これがあるってことは、誰かを呼ばないと、むず、ん？これ降りて大丈夫？まあ、降りて大丈夫な場所ではあるんだけど、果たして降りていいのかっていう問題はある。男は黙って飛び込め！よし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 。お水ちゃっぽちゃっぽ。お水ちゃっぽちゃっぽ。わあ、こんなとこまで来てようやくボスってか？おぉ。ホタルイカ、花が咲いたら。ちょっと待ってね。ここまで来てさ、回復場所がなくさ、これって辛くねえか？よし、じゃあ行くか。スキル、あ、ちょっと待って、もしかしたらあったのか？わあ、なんかてっけえのがね、お休みしてる。おやすみなさーい。おぉ、先手必勝、先手必勝、先手必勝。やばい、やばい、やばい。お前ら、今のうちだ。よし。よし、オッケー。どこ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 、ここか。せい、倍してくれるわいちょい。よっしゃー、5299。すべての敵においてそのくらいのダメージを与えていただきたいんですけど、青い踊り子。踊って、あれ？誘う踊りみたいなのをして、なんか目くらまししている最中にっていうことだったのかな？ありがとうございます。一旦じゃあこれで大丈夫かな？これでもなんか戻る場所あんのかな？あれ？これ待って、来た道戻れないよね？無理だよね？ああ、ここなんか階段かなんかがあるのかな？どう見ても階段じゃなくね？しかもなんかちょっと透けてるし。ちゃぽ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 。あ、あった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 。すげえ、ややこしいところだったな。よっしゃー、これでバンペイゴールも終了のお知らせだから。うん。いい感じ。あと、アギールなんだよな。アギールはちょっとまだなんか俺ダメだったわ、あいつ。倒せなかったもん。無理。この実況さ、ちょっと自由にやらせてもらってるからさ。今、食パン食べてる。なしとん真剣に見てくれてる実況者さんをさ、完全に侮辱する行為に当たるよね。怖いよね、あいつらね。よし。実はダメージを一回も食らわずに倒したボスとかってなんかもう、初めてじゃねえくらいのレベルの課金。でもさ、それとこの先、こう、あ、無理だった。もういいや、めんどくせえ。おい、おいっと。おい。この先行ってみると何かもうな、こいつら、ああ、まだいるな。あいつなんか門番のようにいるぞ。実はこっちの方から行く道があったとかなのかな。でもとりあえずボスが分かるところをひたすらに駆け巡っているっていう状態なんだけど。あ、ここか。はいはいはい。で、これあれだもんね。下にクマ。プーさん。あれ、プーさん？あ、プーさん歩いてる。そうそう。あれ、なんかプーさんが2匹に増えてる。しかもあそこに降り立ったらさ、すげえ勢いで、あれなんですよ。狼が空からね、舞い降りてくるんですよね。あんなところにも熊いたっけ？あれなんか、いろいろとボス倒してったらさ、これまでそのボスにやられ続けてきた奴らが、こう羽を伸ばしに、やっと俺たちの時代が来たぜって、だったら俺に献上せっちゅうねんって話なんだけど、とりあえずは、一旦は、もうやりきった感じなのかな。あと嵐の丘か。嵐の丘の方になんか確かボス、っていうか敵がいたような気がするんだけど、ちょっと嫌がらせしとこう。じゃあねー、またのお越しお待ちしております。じゃあ向かってったの俺の方なんだな。
と、パカラッパラッパラッパラッと、んじゃ大丈夫かな。よし。じゃあ一旦ちょっと次なる場所までカットさせていただきまーす。今なんかね、さっきの成人橋っていうののところの近くになんかもう一体ボスがいるっぽいんで、そいつをちょっとやってから、まあ次進んでいくようにしましょうかね。こっちの方だったかな？なんか地図を見ると、この辺りか、なんか地下かも。地下、うん。地下帝国っぽいお墓がなんかあるんだけど、わー、あ、これか。これ、土下座してる。どうしたの？ハンザーにやられた？なんということだ。我らの父が汚れている。おぞましい。黄金寺に帰る。お、こぼみ、死んでなお生きるなる。まあ、死んでなお生きるっていう、こう、ちょっと矛盾が面白いよね。死んでんの生きてんのどっちなのってなると。さて、まあでも行くしかないよね。死に震えたち。獣の瞳が震えている。え？どういうこと？獣の瞳が震えている？じゃあ、待って。獣の瞳が震えてんだったら、あ、踊り子いないのか。これ、そうそう、しっちぎし、イングバルの霊体を召喚する。100。俺そもそも FP って今100もあったっけ？あ、ジャスト100だ。じゃあ、こいつの装備しておこう。ってことは？いや、出せないんかーい。さあ、行くか。でもね、地下っつったらもうまたあいつらがいるんだろ、どうせ。怖いんですよ。いるよね。ん？今いないんだ。素材を取る。樹脂。開く。仕掛けで閉じる。あー、また戻ってて、あそこがボスがいるってことなんだろ、どうせ。わーわーで、これ、あれだ。倒さないと、ですよね、復活するタイプのやつだ。オッケー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 。TB やのヤンビビスと一緒ですね。え？おい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 。はい、残念でした。てか、ほんとだね、これ死んでもなお生きてるっていうのはそのことだな。よいしょー。で、この骨ピッピともなぁ。腐った死体歩く骸骨。なんかいるよね、そのドラクエにもなんか。よいしょー。ステイあおおこの距離で、この距離で弓矢を撃つな、お前は。どういう教育を受けとんだ。おい蘇んじゃないわよ。ダメ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 。お座りおねんねえ、お手伏せ待て、チンチン。オッケー。で、こっちはこれ、復活して。来ないんかーい。ですよねー。やっぱりそんな気がしてたよー。続くー。ドリルくちばし、乱れすぎ。オッケー。こいつらの方がさ、なんかさ、マットがでかいからやりやすいからいいよね、まだね。他の地下に出てきたさ、変な奴らと比べて、あいつなんていうの？ゴーレム？違うな、なんだろうな。なんか出来損ないのトロールじゃなくて、まあ、そもそもトロールも出来損ないなんだけどさ、ブガーディアレビオーサーだし、で、うわぁ、なんか、いっぱい出てきそう。ですよね。頭ポンポンすんの、何？骨になったから、猛攻死んでるからさ、もうアフロにもなれねえよ。残念だったな。アフロは生きているうちに残しておくんだったな。よいしょー。いて。上からは卑怯じゃね？どうやって、上のやつどうやったらいいのよ。おーおーおーおおおすげえ元気。よいしょー。オッケー。骨がなくなったからもうそのまま砕いてやろうか。あれこれ、蘇んじゃね？蘇んのかーい。よいしょー。精一杯、ちょ、やばいやばい、何気に油断禁物だな。よいしょっと。これもあれなんだろうな、だから筋力が足りないから、無駄にダメージを食らいまくってんだろうな。筋力が復活すりゃなんとかなるんだろうけど。え？降りてきた？あ、降りてきた！なんて優しいやつだ。え、て、刺さってるし。回転の意味がねえ。ほら、よっとー。ふん。せい終わりー。一丁上がり上に登ってこれんだな、多分これどっかでな。で、仕掛けを開けなきゃいけないんだけど、仕掛けを開けた瞬間なんか。
音楽がちょっとね、ホラー映画なんだよな。怖えよな。まあ、全身がダークソウルっていうくらいだもんな。闇だもんな。エルデンってどういう意味なんだ結局。素材を。違う。仕掛け、レバーを引く。ぐちゅ。どこかで重い扉が開いた。なあ、復活してるしよう。おーら、やったー、せいー、せい、食らってる。せいー。で、降りてくんのかい、来ないのかい、どっちなんだいっと。降りといて。すげえ血まみれになってる。とか顔色悪くない、大丈夫、スクワットのしすぎて、あれか、真下に撃ってるし。じゃあもういいや、あいつは無視だ。これどうせまた帰り道にいるんだろう、もう、バイオでもよくあるよ、そういうのは。とりあえず飲もう。一杯。あ、違うな。あそこが開いたことで、そこ、なんか上のところに行く道ができてるっていうことなんだろうな。ってなるのであれば、違うやん。普通にボスやん。であれば、ここで一旦、じゃああそこにどうやって行くんべ、馬ヒヒンバッショイ、違う。一旦休んで、そう、臆病者はね、こうやってね、ずるいことをするんです。じゃあ行こう。で、先に召喚をします。はぐれ狼。いや、これどっちかしか召喚できないのかな？あ、やった。どっかにバラなかったっけ？ないか。黄金はないね。じゃあ行くかー！わおー！あ、ですよね。どっちかし、黒き刃の資格。うわ、まあ、なんかま、強そうなやつだな。いけ！やっちまえ！あ、でも、盾はない。あれ？あ、すげえ！ああ、なんか、かわいそう。で、俺がかわいそう。で、強えぞ！俺何もしなくてもいいみたい。最初の21、なんかすげえ、早っ！やった！ありがとう。おっしゃー！ OK！ スワン、エネミーフィールド。黄色の強刃。強刃。どっちなんだろう。さすがに、あ、なんかある。やった。チャラチャ。なんだ？死の根。あ、死の根ってあれじゃん。ナンパーとか前にさ、やんなかった？ねえ。よっしゃー。ほら、獣の神殿だっけ？いや、ボス絶対いるじゃんと思ったら、超味方だったやつ。あいつからなんか教わるんだったよな。忘れちゃった。まあ、でもそろそろメインストーリーを進めていかないと、何パートこれやってんのよって話だから、まあ、ね、ボスを倒すことっていうのはすごく大事なんだけどさ、平和な世界を取り戻すためには。ボスって一応あれなんですよ。なんかこれ周回プレイができるけど、まあ、一周に一回しか出てこなくって、ザコは無限に復活するけど、ボスはもう一回こっきりですよっていう、そういうことなんですよね、確か。オッケー。ん？なんだ？で、なんか一言ある？なんてことだね、悪い。どうやらあいつは、屍のよう。やっぱり召喚獣って大事だなぁ。俺、こっちの方来たことあったっけ？忘れた。あろうがなかろうがな、こっちで見てる奴らがいるんだよなぁ。そんな奴らは、すん！いや、ワンちゃん！お前らよくもやってくれたな。ふん！ふん、とりあえずぶん回してたら勝てるんですよ。こんな世の中、黄金ルーンと落ちないように気をつけてね、と思ったら落ちてったわ。ここでも、ここ落ちてもなんかあるの？すげえ気になる。でも落ちたらなんかダメージ食らって死にそうな感じがするんだけどな。とりあえずぴょん。なかったら、ワープすればいいんだ。素材を取る。あ、なんか、アルテリアの葉。危なくはないか。ああ、落ちた先にいたわ。ん？あ、違うわ。これあれか。成人橋のところに来るってことですね。あ、了解。じゃあ、いいね！うっつー！で、あいつは何がしたいの？あっち向いて。なんかみなぎってきたーってか？なんかあいつみたいななんか敵いたよな、なんかのゲームにな。漫画だったかな、忘れちゃったんだけど。これさ、できる？あ、無理だ。
ふいよいしょ。あ、3発。いやー、ごちそうさまです。よし、じゃあ獣行くか。獣どこだっけ。こっちの方だよね。そう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 、獣の神殿。みんなもさ、ずーっと俺がベラ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 喋ってたらさ、ゲームを追いかけるのだけでも大変なのに辛いでしょ。さーて行こうか。よし、おはよう、元気？死の根を渡しましょう。どうぞ。お、元気みなぎってきたね。足りぬ乾く、もっと強く。え、あ、獣、獣の石くれるはくれるんだな。ありがたいね、優しいね。よっしゃー、じゃあ一旦ボス終了しましたので、こいつ倒すにはどうやらあの推奨レベル100以上っていうところがあるらしいので、まあ今の僕のレベルでどうあがいたって無理っていう話だから、そこはね残念ながら無視しましょう。つうわけで一旦こちらで終了とさせていただきましょうかね。まあボス倒し自体は順調に進んでますんで、次回は、いよいよ本編進めていこうってところかな。すごい重くなってる、これは。なんでだ、装備重量、こいつの、こいつらのせいか。これを外すと、あ、重量になった。弓矢だけでそんなに重いんだ、知らなかった。はい、ではまた次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。チャンネル登録してくれだ、頼むだ、お願いしますだ。